1951年に、理化学研究所由来でベンチャー会社のような形で設立した会社で、基本的には素材メーカーですね。で特にPVC のペレットとか、エラストマーのペレットとか、そういうもので、日本 の、 そのインフラを整えてきた。例えば電線を合わせる時の被覆材とか、1951年からですから、やっぱり高度成長期に入ってますから、その時に我々が素材でこのインフラを整備してくる一つの役割として立ち上がった会社ですね。当時は立憲ビニール工業という会社だったんですけども、途中で名前を変えて立憲テクノスという会社になりました。リキガードフィルムはまず一番に高ウイルス抗菌であることで、2つ目が反射防止機能をつけていること、もう一つがUV をカットしていること、この3つの特徴があります。さらに付け加えると、結構こう使っていると傷がついちゃったりする場合が多いんですけど、我々のフィルムは非常に高耐久であるという